どうも皆さんこんにちは、こんばんは。ということで今回もですね、ドラゴンクエスト3鬼畜な一人旅やっていきたいなと、思います。でですね、自動回復があったのかあるのかちょっとあんの分かんなかったんで、ちょっとそれだけちょっと調べてみた結果ですね、なんと一旦ごとにですね1尾が100ずつ回復するっておかしくねえか。なんで100ってよって、だって100もダメージ与えてなかったじゃないですか。で、お勝ったかも勝てるかもってあのドキドキしてた俺の気持ちさ俺の気持ちで HP は2500あるそうなん でちょっとねレベルを上げました。ちょっといった23です。3時間ほどレベル上げました。ちょっと今がどんなもんなのか、 HP が今どれぐらい、370、結構頑張ったね。なので、いやどうしようかな、お金がちょっと怖いんで、一回ちょっと待って、一回ちょっとアリアハ戻ろう。アリアハ戻って一回3時間ほど頑張ったんで、今からちょっとね、もう一回ちょっとバラモスまで行きますが、皆さんぜひともお付き合いください。3時間裏で、猛練習してきました。猛練習じゃないわ、猛勉強でもないわ。レベル上げを勤しんでおりました。よっしゃ寝て、お金預けよう、お金預けてもう一回。ただね、3回ぐらい死んだ。誰だか分かると思うんだけど、あれにね、ちょっと1回で殺された。また装備がね、ちょっと難しいよね。戦い方はいや分からん、いや分からん。100以上いけるのかどうか、まずそこを預けます。お金を全部預けましょう。いやー、3時間ほど。よしよしよし、もういいか。2万8000持ってます。2万8000持ってるから、まあ、どれほどね、強くなったのかとちょっと見てもらいつつ、5上がった。5だったよね。20、じゃあ、なんだっけ、30。遅い。エンディングか？ちょっと待って。エンディング。よし、まあいいでしょ。行こう。行こう。優雅に遅すぎません、やっぱりねちょ遅すぎや、またちょっと、うん、まあここだな、こっちの方が良かったのかな、蚊取り線香だなさあということで2回ほど死んだここにたどり着くまでに、もうちょっともねあれだったから、ね、焼き鳥で薬草いっぱい使って HP を減らさずに、挑みました。そしてそんなことしてる間レベルがです1上がって44歳、ありがとうございます。さあ HP も394、さあ戦い方前回と一緒でいいのかな。ゾンビキラーなんてなんかないのかな、もうすごいのなんかないのかな。まあ一番強いのが今これだから、刃の鎧、盾がねドラゴンシールドなのかいいのかどうなのか、ちょっとよく魔法の盾の方がいいのかちょっと分かりませんが、魔封じして草薙の剣を使い、これでいいんじゃないかな。よし行こう。さあ、あやばい、減った。この1とか、この10がさ最後にさ奇跡を呼ぶ10になるかもしれない。よし行こう。よっしゃ、まずはHP100 回復、もうチートやないか、もうそれチートやないか。道具まずは準備してった方がいいんだろうな。魔封じの強い、封じます。まずは復帰から、やばい、かっこいいヨナズ71、かっこいい、あれかっこいい、もう完全にただのドラゴン。封じます、効かなかった、やめてください。最初に関係ないもんね、魔封じの強い、頼むよ、これが封じ効かない、どうしよう、効かないんだけど。待って、これ効かなかったらもう、うわーもったいね、これ待った、もう一回ぐらいいけるだろ、マフージ、効かない、やばい、うわーあっぶな、あ、まさに言うのはさギガデイ覚えたんだ。いやどうしよう、マフージが入らん、かない、ちょっと待って、あれマフージ入った、あいやヨナズン使ってるから入っ、おーいなんだ、やばい、まずい、よ聞いた、いやー来たけど、もうけど待って50、いいよ、待って道具、草薙の剣
やっと入ってくれた。100下げた、大好きよ。なんかあとこの後50とか下げたよね前回ね。やばい、ここからが勝負。あ、まだ違う、もうやったやった。草薙もう一回聞かない。ちょっと待って、おい聞かないんかい。どれが入る？75。え、無理じゃね。ちょっと、おい無理じゃねえかよ。お待って、ちょっと待ってくれ。うわ、はい、草薙抜け50だけだ。おい70や。おい100回復すんだろこやつ。18。あ、これで30いく。嘘でしょ、嘘でしょ。112、いや無理じゃね。一旦で100回。待った、ギガ電気かけてみる。頼むよ、500ぐらい。これが勇者の192。192で、これで100回復するんだろ。お、無理だろそれ。いや、どれ、もう一回が下がるのかな。うわ、下がった下がった、すげえ。100の半分で、いや、あんま変わんねえじゃねえか。待って、どうする。124、いや124、50つったんだけど。50でもここで100回いくの、もう無理。おい無理だろこれ、もう無理じゃね。またバイキルト的な技はないのこれ。いやこれ絶望なんだけど。62、いやーこれ100、あんだけ下げて100。いや待った、これ無理じゃない、勝てんのこれ。もう頭おかしいぐらいレベル上げしかないよね。ちょっと待って、なんかギガ電ずっと勝てんのかな。やっとくれ、ギガ電インギガ電イン戦法どう。でもギガ電インってさ、192、あーこれで150ぐらいなのか。消費 MP30 じゃ何もできんぞこれ。いや無理じゃね。124124、これ無理じゃね。これ10、何も置かないじゃん。ラリホ入るかな。ラリホ、今ラリホ、ラリホかけて、いや待って、ラリホーかか、ラリホーがかかってるうちにね、あのいろいろ固めるってどう。ネブ早っ、寝起きがいいタイプ。眠りの杖がいけんのか。よっしゃー、あ、待った、これだ、なんか寝た。どうするよこの間に。草薙の剣入る。目覚めた、いやどうする。92、目覚めんのかい。いやどうすりゃいいんだこれ。いやどうやったら勝てんの。いや勝てる方法がわからん、過去最大にわからん。140、また一回下げたらあれなのか。もう一回ルカニみたいなかかったらずっとかかんのかってこと。どうやったら勝てる。いや待ってほしい、いやどうするかな。マフジョン強い、いやでも、いやどうする、いやどうする。待って、うわーどうやったらかね。122、うわ悪くない。いやでも100回押すんだろこいつ。いやどうやってね。142悪くない、でもずっと回復してるからもう分からないんだけど、いくら、あ、やばい、いや
わしるないぜわしるら。これ100回復してんだろ。もう勝てるわけないじゃんこんなの。114。まあでも寝かす方法を考えれば、寝かす方法を考えればどうにかなるのか。142。あーまあ悪くないのか。危ない。もう一回やらせてくれる。ねえ、もう一回やらせてくれる。待って、いやどうしよう。でも100回復してんもんな。100しか与えられなかったらもう無理じゃね。いや200与えられて初めてどうにかいけんじゃねえかっていうわけじゃない、多分。寝ろ。そこ100じゃん。もう自分これ100じゃん。これ失敗したらもう100じゃん。これ200回復してんだろ。もう無理じゃね。眠らせためは、わ、寝起きがいいタイプ。寝起きが素晴らしいね。いやどうしよう。いや待って、いやどうする。もう一回行く？ちょ、もう一回やらせてくれる？もう一回。いやなんか他に手ないのかな。125。なんか薬みたいのあんのかな、強い薬。141。ただ先に M 違いのかな。いやわしルーラー勝てね。いやーもう無理。ちょっと待って、これどうさ、死んでも反撃した男だな、おさん。よし、もう一回やろう。ちょうどよくわかん、もう一回いけそうな気もするから。無理か、無理。いや待った、分かったことは何度かもある。まだまだ分かったことがあって、道具で草薙の剣で4回いけるってことが分かった。まあまあ、ちょっともう一回試そう。100だろ。イオナズか、まあそんなになんだよな、正直ここら辺は。で、草薙の剣をまず4発だな。450。最後12とかじゃなかったっけ。あそこまで下げて、ただ MP が持たないんだよな道具。草薙の剣まずこれで25下げた。でもう一回下がるんだよな、メラゾーマ。いや待って、あぶねえ。まあ MP 一回ちょっと使って、ヨナズン、やめろやめろ。バシルーラ最高じゃない。バシルーラ、バシルーラたまんない。12下がるだろ。なこれで最後だ。これ以上下がらないはずだよね。4回で終わんだ。さあこっから問題で、道具で魔封じどう。効かないのか。イオナズンが怖いんだよね。イオナズンが怖い。いやいや、効かない。これ無理じゃね。あー、立ち込める。メラゾーマがいた、怖いよね。お頼むよ。よし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 、こっからよ。こっからただ寝かす必要。まあまあまあ、こっから行こう。40ね、40ね、80ね。これでたった80なんだけど、勝てんのかこれ。92。これな、いやこれでだって、うわ30ぐらいだろ今の。いやー、でこれでレホマウン取られるんだろ。いやー、どう。102。会心を大丈夫か。200ぐらいか。バシルーラ、バシルーラ137。バシルーラって魔法じゃないの。119。どう、この戦法で勝てる予感する。ちょもうレベル上げ。これ100、これ自分のやつ変え。いや強え。これ思うんだけどさ、思うんだけどさ、ゾーマより強くね。ちょっとここまで来ると、だってこんなに苦戦するタイプ、ゾーマそんな強いのなかったよね。14。バシルーラ、あーまあ142入ってくれてるよね。ほら、60、70ぐらい。一旦70ぐらい。いやーいいんじゃない。ただ、うわ、
った。100回復すんのもろ、おもろ、無理だろそれ。どうしよう。なるよ。いや、レベル上げないと無理かな。寝かして失敗したら100回復するってバカじゃん。いや、いや、1、2個。いや、なるしに。さあ、いや、わからん。まだ結構 MP 残ってるから、頑張るしかない。頑張ろう。いや、レベル上がるしか無理か。142、142が最高だな。頑張れ、青さん。負けるな、青さん。1、1なら。一人で倒す必要ないもんなんだ、本当は。MP がな、999ぐらいあったらな、いいよね。たまあまあ、それだったら勝てる気がする。勝てねえな。バシルーラ。いいね、バシルーラ。バシルーラって魔法じゃないの？なんだろうね。いいよ。いとるか。寝てな、ずっと寝てくれるよな。1、7。わからんぞ。案外いけるんじゃないか。あぶねえ、危ない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 。地道に。ごめん、HP いくつだったっけ？あれ調べたっけ？あ、わかんねえ。忘れてた。あれなんだっけ？どれぐらいなんだこれ？ちょっと待って。頼むよ。HP だけ見よう。バシルーラいいよ。バシルーラいいね。バシルーラ素晴らしくいいよ。バシルーラめちゃくちゃ良くない？よいしょ、炎はいらん。さあ、まだまだ11回ぐらい使えるから。これがな、1回な。ベホマンを使うとさ、1回ベホマンを使うと HP やっても100回復するっていう、このなんだ、ハイリスクハイリターンみたいな。じゃあハイリスク、あ、今なんつったらいいんだろう。封じ込められてる。あ、封じ込められたらずっと封じ込められてんだ。いいよベホマ、いいよ。よしよし、いけるのか。もうこれしかない。うわー、バイキルド欲しいな。バイキルドともさ、寝なかったらもういいよね。最高、寝てくれたらもう最高よ。120、60なんだよな。これで大した100回復するのか、いや、案外いけんのかな。わからん、計算しないから全くわからん、全くわからん。いいね、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 40ぐらいしか出せないんだけど。40ぐらいしか出せないけど大丈夫なのかな。109に、いや、一回攻撃する、返す、36。これでまだ、これで、いや、危なかったの今。ナイス、いいよ、ジニオ会心。お、勇者会、何のための、頼むよ勇者、頑張れ、頼むよ。いや、あと8回ぐらいですか。あと8回ぐらいか。頼むよ。また呪文が、これ終わったら次あったら50万だけど、もうもうあげるわ。もう刻まん、刻む。44か48ぐらいにしようか。次せめてギリギリの戦いで勝ちたい。96。でも分からん、そんな時に限ってハグリンが死ぬほど出てくるというから。97、やめてくれ。ちょっと90、あれあれ、ルカニがいなくなった。あれ、ルカニの効果がなくなったのかな。封じ込め、あれ、封じ込められるんだ。 いや待った、えー、ちょっと待って、20ぐらいしか入らないんだけど、これだと。あー、いった、あー、大丈夫か。31、バシルーラ、やった、バシルーラ超嬉しい。55、ラッキータイム。おーい、オッケー、危ない。どうかプラスよね、今のところダメージは結果与えてるよね、与えられてるよね。いいよ、いいよ、攻撃してこ、2回攻撃してこ。それならそれが余計だわ。それが普通に攻撃してこい。会心がもう連チャンで来い。会心、会心来い、会心。いや、危ない。うーわー、
し、泣きのもう一回。いや、わからん。結構いい線いったかも。ちゃっちゃと言うから、待って、ちょっと待って。ちゃっちゃと、もうやるべきことはわかった。もうやるべきことはもうわかった。やるべきことは、道具で、マフーチが早い方がいいのかもしれん。聞かない。まずは、魔法封じを。まずは、封じて。聞かない。もう聞かんのかい。もう頼むよ。もう一回行こう。聞かない。頼むよ。来た。いいよ。いいね。よしよし。よしよしよし。まだこっからよ。まだこっから。で、2回入れて、もうずっと寝てくれんかな。なんかバグかなんかで。そんなことおかしいですよってみたいな。バグをさ。いいよ。いいよ。100下げて、まだ寝かしてみるか。今聞かなかったな。聞かない。なんで聞かんのそれ。やめて、ちょやめて。さっきと戦い方変わんねえじゃねえかって。さっきと戦い方が変わらない。すいません。さっきあんなに切ったのに50下がった。さっきいい感じだったな。下の OK、下げた。寝かす。でも寝かすのもあんま入んないのよ実際。もう一回。よっしゃ、いった。ここまではいい。ここまでもいい。ここから一回寝かして、眠りの杖。寝なさい。眠らない。寝ないの無理だ。だ起きるもん。さあこっからや。もう一回行こう。でこっからまずベホマスタート。こっからね、まずね。29関係ない。よし、行きます。14いいよ。13いいよ。攻撃くらわないと。攻撃くらわっても MGP かな。13。いや、もっと強い武器あんのかな。ゾンビキラーみたいな。118 47いいよ。いや、もうちょっと危ない。ちょ連打していきます。ちょババッと終わらせようぜ。ババッと、もう頼むよ。もうただレベル上げたらいけそうじゃない。案外この戦法ならワシルラ56 116案外いけそうなんじゃないの。いやー、40ぐらい積み重ねていったところで勝てるんですか。どうせ何千で HP がある敵に勝っのかい。いや、ギガデインとか打った方がいいのかな。ギガデインだ方がいいのかな。いや、どうだろう。やっぱ100ずつぐらい与えないと。200ずつ与えないともう厳しくない。で回数が出ないって何なのこれ。悪いな、呼んでこ。悪いな。悪いな、どこいた。悪い。やめて。あー、バシルいいよ。100打つんだよな。100か。一番さ頼むよ。119 50142 2回エマ攻撃食らった方がいいことは間違いないから。いや待って、もう1回。いや、なんかないのかな。もう1個バイキッド、もうちょっと攻撃かけたいね。いいよ。危な、あっぶね。ナイスよ。バシルーラ攻撃。今まあいいでしょ。まあいいでしょ。6熱くないのかな。火渡りの祭りをしてるんだろう。だから熱くないんでしょうか。動くね、このバロブスめちゃくちゃ動くね。動くよね。大丈夫、勝てる、信じて。まだ95あるから。いいよ。66 107じゃなー。137せめて180ぐらい欲しくない。180で反射ダメージって20ぐらいで、あ
80難しいか。92。頼むよ。まあ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 、よし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 。これで厄介くすんのかな。66。これがな、ずるくない？チートや、チート。チートやろ。おかしいだろ、100回復するって。なんでそんなことしたんだろう。なんでそんな、なんでそんなことすんだろう。もうする必要なくない？バシルが。もう、会心、なんでこんな会心出ないの、この子。なんでこんなに会心ってさ、レアだったっけ。たまに出たじゃん。なぜに。いや、72結構強いな。35。5の。いや、待って。もう。